はい、野本楽地の無課金ハオロード阪神10世編です。今日でログインが、1614日目ですね。はい、現在2023年11月17日の、お昼の12時23分なんですけども、今回ですね、毎月ね、オーダー紹介の方してるんですけども、この月1のオーダー紹介、今回もやりたいなと思います。ログイン4年と5ヶ月目のね、阪神純正オーダーご紹介したいなと思います。はい、まあ、あの最強決定戦がね、もうすぐあるんですけども、そちらはまあセリーグ限定リーグに挑むんですけどね、まあ、そちらと全く同じあのオーダーですんでね、それも兼ねてということでご紹介します。はい、その前にですね、まあ、一応無課金でねずっとやってますんで、エナジーの内訳の方をご覧いただきたいなと思います。こちらです。はい、合計所持が3064、優勝0、無勝3064ということで、まあ、ずっとね、無課金でやらせてもらってます。はい、まずはですね、まあ、オーダー紹介する前にですね、大抽選会のね結果の方出てますんでね、そちらの方をまあご覧いただきたいなと思うんですけども、まあ例年通り毎年なんですけども、僕 A 賞に毎回全部突っ込みましてね、まあ当たってくれればなと思いながらA 賞に全部突っ込んでるんですけども、まあ、今回結果はどうなったでしょうか。こんな感じです。はい、見事にね砕け散りまして、まあでもね48エナジーもらいましたんでね、またあのそのおかげでエナジーも3000に乗りましたんでね、まあよかった、まあそれはそれで良かったかなと思ってます。まあ毎年ね、A 賞に全部突っ込んで、まあもちろん1回も当たったことないんですけどね、まあ、いつか当たるかもしれませんので、まあ来年ももし、大抽選会あればね、A 賞に全部突っ込んで、まあ、砕け散りたいなと思ってます。はい、そういう感じですね。はい、それではオーダー紹介ですね。今週はリーグランク覇王です。はい、まあ、降格の危機ですね。ちょっとまあ維持は難しいかなという感じですね。はい、直近4週なんですけども、一応1回ここでね覇王維持してるんですけども、急に落ちまして、現在覇王という感じですね。まあ、今週ちょっと維持は難しいかなという感じです。はい、まあそうですね、まあ、オリックスの純正編の方でもね言うたんですけど、まあ、シリーズ2完全移行までね契約書も、開封してませんし、ミキサーも全然してないんでね、ほとんど強化してない感じなんですよね。まあ、だから1ヶ月経って、まあ、大竹選手が変わったぐらいかなっていう感じなんですけどもね、まあそうですね、4年と5ヶ月目のオーダーの方こんな感じになってます。こんな感じです。はい、チームスピリッツが102317ということで、前回4年と4ヶ月目の時が102113やったんで、まあ200ぐらいですかね、あの大竹選手分上がったかなという感じです。まあ、ということで、まあ、野手の方はね全く変わってないんですけども、まあ、まだまだ4100の選手とかねいろいろいますんでね、そのあたり、今後ね、OB とかね、契約書とかガチャとかでね変えていければなと思ってるんですけども、はい、まあ、一応打順の方ねご覧いただきます。はい、1番近本選手、2番大山選手、3番バース、4番今岡さん、5番が掛布さん、6番田淵さん、7番佐藤輝明選手、8番新井さんで、9番平野さんで、ベンチが原口選手、森下選手、三重選手、井上選手といった感じで、まあそうですね、4100の選手も結構いますし、あとまあバースはね、ちょっとまあバースさんはスピリッツ解放してもいいかなとは思うんですけども、まあ一応ね純正の最強決定戦までにね、また OB とかどんな選手が出るか分かりませんので、まあバースさんはねもうすでに出たんで、スピリッツ解放しても全然いいとは思うんですけども、まあその時にどういう選手取れるかによってね、スピリッツ解放しないままかもしれませんので、まあ一応様子見てるという感じです。まあ直前にまたやるかもしれませんけどね、はい、一応今のところ様子見で、スピリッツ解放せずに、そのまま置いてるっていう感じですね。はい、はい、まあ、野手陣はこういう感じですね。で、投手陣の方はこういう感じです。はい、変わったのは先ほどから言ってますこの大竹選手ですね。先発の大竹選手、後でね、ちょっと称号の方もね、つけたいなと思ってます。9位請求同値狙いますんでね、称号の方をつけてちょっと強化したいなと思ってね、はい、一応まあ60連しまして、最大60連と言いながらね60連しましてね、取りましたんでね、はい、頑張ってもらいたいなと思ってます。はい、で、まあ、こちらも一覧で一応ご覧いただきます。はい、村上選手、先発が村上選手、青柳選手、大竹選手で、伊藤選手、西選手で、中継ぎが福原さん、安藤さんで、岩佐田選手、浜地選手、
で抑え久保田さんベンチに、西純也選手といった感じですね。はい、まあ、久保田さんね、ビーズリー選手はねちょっと、まだ覚醒なんでね時間かかるんですけども、そちら入れればね、入れるときに、まあ、4100台なんでね、もう買いたいなと思ってます。はい、まあ、ビーズリー選手の、まあ、育成待ちっていう感じです。まあ、その間にまたね、OB とかね、現役選手とか通常の選手で取れる可能性もありますけどね。はい、まあ、それ待ちっていう感じですね。はい、で、最大コンボ上昇量なんですけども、こちらはね、まあ、大竹選手アニバーサリーが入ったことによってぐんと上がりまして 1451 ということで、前回が1280って言ったんでね、ちょっと上がりましたね。まあ、これもね、アニバーサリーの、ね、いいとこかなと思います。はい、はい、まあ、ログイン4年と5ヶ月目の、阪神純正オーダー、あ、コンボですね、忘れてました、発動コンボの方もご覧いただきます。はい、こちらですね。はい、極みタイガース魂出てまして、超大胆不敵、超変幻自在、超力戦奮闘、類いまれなる才能の団結、特殊能力レベル360以上ですね。はい、で、この先ほどから言ってますこのオートグラフ、この大竹選手アニバーサリー1人入ることによってね、星3のコンボ1つ増えますんでね、まあ、これもあってアニバーサリーはぜひ欲しいということで、大竹選手60連勝取ったっていう感じですね。はい、あとはこういう感じで出てます。はい、はい、まあ、これでこれが、まあ、ログイン4年5ヶ月目のね、阪神純正オーダーなんですけども、まあ、先ほどから言ってますように、まあ、完全移行になるまでね、なかなかちょっと契約書とかね、ミキサーとかできてませんのでね、まあ、完全移行後にね、一気に強化できるように、まあ、特訓コーチとかもね、特訓素材とかも、結構溜まってますんでね、そのあたり駆使して、強化していきたいなと思ってます。まあ、エナジーも3000以上まだありますんでね、はい、そのあたりでちょっと強化できればなと思ってますね。はい、はい、それではね、最後に大竹選手の称号をつけたいんですけども、ですね、大竹選手の場合はですね、こうですね、はい、先発適正 S 先発適正 S 関係ないな、球威77、制球80ということで、まあ、そうですね、球威プラス3、これが非常に欲しいなと思ってます。はい、できればね、球威制球どっち決まってほしいんですけども、まあ、あ、ちょっと1個これ解除しておきますね。1回だけね、今回1回だけしようかなと思います。はい、まあ、一応アニバーサリーのね、 A ランクあと2枚あるんですけども、まあ、これなんでこんだけ、まあ、大竹選手ねあるかと言いますと、まあ、これ僕は視聴者の方にねコメントで教えていただいたんですけども、大竹選手の覚醒の大竹選手を、覚醒させまして S ランクにして、で覚醒専用の覚醒限定のか、煙突コーチ、 S ランク煙突コーチを使って調合にして、その調合の大竹選手の覚醒の大竹選手をレベルマックスにして、アニバーサリーの大竹選手に継承すれば、調合でね、突合で、アニバーサリーの大竹選手完成しますんで、まあ、それ非常にね僕ね、まあ、だから A ランク使わずに、極めできましたんで、まあ、称号のチャンスもね、あとそうですね、今回入れて6回ありますんで、まあ、非常にそうですね、びっくりしました。僕それを教えてもらった時にほんまやと思いましたね。まあ、覚醒の現実コーチがね僕6枚あったんで、まあ、1枚置いてるんですけど、ビーズリー選手のためにちょっと置いてるんですけども、6枚ありましたんで、まあ、それ使って、まあ、大竹選手ね、アニバーサリーの大竹選手 A ランク使わずに極めできましたんでね、非常にいいことを教えてもらったなと思ってます。はい、感謝します。はい、その、残った A ランクで今回、称号つけたいなと思います。はい、まあ、9位プラス3を狙いたいんで、まあ、そうですね、うなる剛腕ですね、このうなる剛腕欲しいなと思ってます。はい、そうですね、うなる剛腕狙いで、あとなんかあるんかな、あ、これもいけますね、超特急いけますね、超特急どうなるものは、まあ、星3、星4なんでね、あとあります？ないですよね、AA はないですよね。はい、超特急とうなる剛腕目指していきたいなと思います。はい、1回だけですけどね、とりあえずは1回だけいきます。極秘書5枚使いますね、3か4なんでね、これでいきます。超特急かうなる剛腕来てほしいです。いきます、お願いします。さあ来い、一発で来い、超特急かうなる剛腕、火の玉ボールや、火の玉ボールってどうなの、
うう惜しい。まあでも A にはなってますんでね、同値ではないですけどね、 A になってますんで、まあこれはこれでいいかなと思いますね。9プラス3成形プラス1か8081、まあめっちゃ強いですよね。でもね、はい、まあ、とりあえずはこれでいきますわ。またちょっとコンボのね関係で変えなあかん時は変えようかなと思いますけども、とりあえずこれで、まあ、だいぶ強くなりましたんでね、これとりあえずこれでいきたいなと思います。はい、まあまあ良かったかなと思いますね。9位とりあえず A 乗りましたんでね、はい、まあ良かったです。はい、はい、まあ今回こんな感じですね。ログイン4年と5ヶ月目の阪神純正オーダーね、ご紹介させていただきましたけどね、まあ来月というか完全移行後にね、そうですね、どんどん強化できるようにね、準備だけはちょっとしておきたいなと思ってます。まあ、交換会とかもありますしね、あとまあ OB とかもありますんでね、そのあたりでちょっとまた強化できるように、備えておきたいなと思ってます。はい、はい、今回こんな感じです。また動画あげますんで見ていただけるとありがたいです。以上、トラキチの無課金覇王ロード阪神純正編でした。